みーくんめっちゃかわいい、ありがとう。ありがとうございます。皆さん今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。火曜日か。私ベレー帽普段あんまかぶらんすぎてさ、今日なんか風とかも結構強かったから、待って、ベレー帽ってこんな落ちそうなものだっけ、こんな、なんかこんな心配になる。すごい、だからずっと私外歩いてる時ベレー帽の心配してた。待って、風で飛んじゃうんじゃないって思って、こんなに安定感なかったっけって思って。可愛いよねベレー帽。コーラさん星10個ありがとう、ありがとう。何これ、歯車みたいなのがある。歯車もありがとう。そう、私にしては珍しいかも。ポストしよう。ブラポロから、ゆらぽぽ、ポストします。どれにしようかな。今私が悩んでたのはすごい、ごめん、すごいしょうもない理由だった。ちょっと今日グレーだからさ、グレーの動物をいっぱいつけようって思って。 グレーの動物何があるかなって言ってやってました。そう、長考の末に選ばれた3つの動物ポストしてます。お疲れ。今日はいかがお過ごしでしょう。
私はさっきくだらないとの配信でした。けんちゃん似合う、ありがとう。ももちゃんとりょうつんとくるくる、そう MC やったんよ私MC でした。結構台本に忠実な MC でしたね。ももちゃんもグレーだったね。で、そうなんよ。やけんさ、いい感じだった。みんな結構ね、白黒グレーだったから、お洋服が。結構統一感があって。よかったのでは。翔一さん、めっちゃ可愛い。ありがとう。思ったより。ウィンクの調子が良かった今。なんか今日調子がいい今日なんか調子がいいな。やっぱまつげをね上げてたらなんか調子がいいかもしれん台本ガン見してた。そう、結構台本のセリフがなんとかだねどんなんだったっけな。結構なんとかだよ、なんとかしようそう、あんまりしない、私が普段しない口調だったけど台本に忠実に頑張った。クラコンは TVer の放送待ちです。そう、今日ねクラコン放送されますので、ぜひね、見られない地域の方は TVer で配信ありますので、ぜひぜひ。ようちゃんさん、めちゃかわいい。ありがとう。マー君、めちゃかわいい。ありがとう。なんでだろう。今日ごめんね、どうでもいいよね。今日の私のウインクの調子がいいか悪いかとか、ごめんね。なんかグレーだからちょっと白飛んでるかな、どうだろう。IKKOさん、ペンギンありがとう。もやし生活さん、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。カズサさんもめっちゃ可愛い。ありがとうございます。
今日はそう、このお洋服はゆきさんのお洋服いただきました。ベレー帽も嬉しい。沖さんがレッスン場のところにお洋服持ってきててくださってたんですけど、メンバーもみんなに大人気だった。嬉しいだ。沖さんのお洋服ってなんか沖さんって感じがする 伝わる？すごく可愛い。そう、沖さん感あるよね。あ、伝わる？するするって。あ、わかる？わ かる気する。え、するよね。全部なんかいろんなの見てたけど、全部もう沖さんって感じがして、嬉しい。ニットとベレー帽なので、また来年、今年か、冬ぐらいにいっぱい着ようと思います。ねえ、かわいいよね。クマありがとう。ということで今日はレッスンだったので、レッスンの場所からそのまま下らないと言ったので、このまま 着させていただいて、沖さんコーデで下らないと出させていただきました。うん、今日いただいてそのまま着替えて配信行った。し、自分の私服はリュックに詰めた。スカートは持って行ってた。そう、ポストしたんだけど、ありがとうございますってポストしたんだけど、なんか普通の欄では見れなかった、見れなくなっちゃってた。沖さんのアットマークのアカウントつけてポストしたら返信になっちゃうんだって。そう、初知りした。でもそう、沖さんリプすぐ、すごいすぐくださった。嬉しかった。すごい萌え袖
前袖になってたらしくて、でもこれ意識、このニット意識しなくても袖が長めなので前袖になる優れもの。手が隠せて嬉しいですね。でもそろそろ季節が冬じゃなくなるから、春夏になったら手が隠せない。そう、全自動萌え袖。くだらないと楽しかった。なんかお絵描きしました。なんだったっけ、組み合わせお絵描きみたいな。途中のタイムラインに表示されなかった。で、あ、そうなんだね。そうなんですね。あ、沖さんに届いたのでよしとします。気になる方は私のアカウントを開いて返信の欄を見てくださったらポストが見れます。じゃあ再現みたいな写真が載ってます。これです。組み合わせお絵描き楽しかった。なんかすごい私の絵がうまいんですよねみたいな感じの流れを担ってしまったので、流れを作られていたのですごいハードルが上がって緊張したプレッシャーだったんですけど楽しかった。なんか動物とかの動物のお題の動物が出てメンバーとペアになって上か下かそれぞれどちらかを描いて、その絵を組み合わせてどうなるかみたいなだったんですけど、ウサギと何描いたっけ、ライオンと馬を描いた。多分今日の配信アーカイブもあるのでぜひ見れなかった方ぜひぜひ。今日はねちょっといつもより、いつものくだらないとより早めのお時間でしたね。19時半からだった。
ね、いつもはね20時半よね、そんぐらいよね。そうそうそう、リオツンが20時までなので、今日はお早めでした。そう、反抗期反抗期って言ってたね。ちょっと意外だったかも。でも4年間ぐらい反抗期らしい。どんな感じ？ゆかりの反抗期あった？反抗期難しいね。どういうことを反抗期と呼ぶのか。言われても全部言い返す。でもさ、それぐらいならある。ちょっと反抗期の例が出てこない。あ、なんか私言い返すとかではなかったけど、そんなになんかあんまり喋らなかった時期とかあったかもね。それ反抗期かな。今振り返るとなんかもう学校から帰ってきたらもう自分の部屋にいますみたいな。無視とかしてないけどね。そういう時期あったかもしれん。いつ頃だろう、中学とかかな。あ、これ反抗期なの。お姉ちゃんは逆に全然なくて、自分の部屋にほとんどいない人だった。もうずっとリビングにいますみたいな感じだったから、逆に私結構音とか気になっちゃうタイプなので、その話し声とかがいっぱいしたら確かにそれが嫌だった時期とかあったかも。あ、これ反抗期かな。すごいもう勉強してるのに声とかがいっぱいあったら集中が途切れちゃうタイプなので、あ、じゃあ今考えたらそれ反抗期かな。多感な時期。そうだからすごい、なんだろう、すごいいいイヤホンとか買ってた。ちょっと頑張って音を遮断するイヤホンみたいな、なんか耳の形して
みたいなやつ伝わるかな。その頃多分ね、もう何ワイヤレスイヤホンとかノイズキャンセリングとかなかった。あれもノイズキャンセリングなのかな、なんかエアポッツ的なのはなかった時代だから、普通のイヤホンですごい調べて音を遮断みたいな買ってたね。そう今考えたらそれが反抗期やったんかなそうなんかな、自分の世界に入りたいみたいな。勉強してたの？って勉強してた？勉強してた。勉強は意外としてた時はしてましたね。あ、でもこれ反抗はしてないのかな。分からん、反抗期の基準が分からん。皆さんは何か反抗期、反抗期らしい反抗期あったら教えて。もう覚えてないって。でもそうなんよね、あったとしてももう私も忘れとるあったとしてももう覚えてないな。中学生とかの時でしょ。家にいたくないみたいな感じか。あーでもじゃあ違うかな。私金曜日とかは走って家に帰ってた。習字習ってたんですけど確かその時期、その時は金曜日にドラえもんがあってて、走らなきゃドラえもんをリアタイできないからめっちゃ走ってたの今思い出した。じゃあ反抗期じゃないかも。そうだからすごいもう息を荒げて帰ってきて、早くドラえもんつけて懐かしい。習字習ってたよ小どんぐらいなら、結構習ってたんですけど、4年間とかもっとかな、6年とか、覚えてない、やばい。いつから習い、小1から習ったっけ、分からん小3からだったっけ、もう全然覚えてない、やばいね。ちょっと今度親に聞いとこう。小1から小6だったか、小3から、あ、小1から小6かな、違うか、小3から小 6？ 小1から、いやもう今はいやいいよ、読みやすい字だよねとか、そんなフォロー大丈夫よそう
皇室とかも習ってたんですけど、もうやめちゃってから、もうあの今はさやかフォントになってるからもうさやかフォントなので今はねすごいあの変な字になってるけどちょっと特徴的かもしれない。そう、作ろうかな、あの文字のさフォント変えれるやつに、さやかフォントさやかフォント。だからそう、皇室とか習字習ってたけど、やばい、今何も活かせれてないいやでもその習ってる時期は活かせれたてた、うんその時期はちゃんとその通りの字を書いてた。やめてからなんかちょっと変わっちゃったんですけど、徐々に気づいたら、そう、さっきさ、ちょっとさっきのコメントでさ、反抗期が親と出かけたくないみたいのあったけど、親と出かけたくないはなかったけど、なんかお母さんと出かけてる時に友達と会ったらちょっと恥ずかしいみたいな、そういうのはあったかもって今なんか思い出した。今とかさ全くないじゃん。だからあの時期なんかやっぱね、そういう時期だったのかな、そういうの思いあったかも。別に出かけるけど、その時にその同じ学校の子とかに会ったら何が恥ずかしかったんだろうねでもなんか恥ずかしいみたいな、あった、思春期あるある。今考えたらね、何にも恥ずかしいことじゃないんですけどね、そういうのは あったかも、あったなってちょっと思い出した。うん、そういう時期ね。ああ、ちょっと子供っぽく見られるからとかかな。そう、ありましたね。忘れてた、緑茶を入れてたんだった。はあ、やばい、もう52分だ。昨日と今日同じ時間から始めてる、気づいた？23時15分ゆうがひゃんさん似合う、ありがとう、ありがとう。一緒に歩ける時間が大切よって、本当に本当にその通り。今日は緑茶、今日は緑茶。45分あっという間に過ぎるってすごくない？45分ってさ、意外と長いよね、普通に。だってさ、家出るまで45分ありますとかさ、次の空き時間45分ありますって聞いたらさ、おお結構あるけど何しよう何しよう、ちょっとなんか変なイントネーション、何しようって。小学生なら授業1時間終わってる、確かに。
授業ってどんぐらいあったっけ？ 50 分とかかな。45秒で何ができる？45分。小学校は45分。ね、長かったもんね、授業って。単行本が読める。45分あったら漫画何冊読めるって。45分1冊かな。意外と私読むの時間かかるかも。1冊読めるかな。すごいじっくり読んだらもっとかかりそう。漫画によるか。まあ確かにね、文字いっぱいの漫画は時間かかるね。私一回パラパラ読みしてじっくり読む派なんよ。ルケンちょっと人より時間かかるかも。前も話したことある気がする、この話。ドキドキする系の漫画とか、ちょっと怖い漫画とかさ、事前にさ展開しとかんとちょっとなんか怖いやん。怖いやん。だから先にちょっとチラッパラパラと展開を見てからじっくり読む。え、すごくわかるって嬉しい。一度目にじっくり派？パラパラ読み何回もするん？あ、なるほどね。一冊10分？本当？セルフ干し、セルフ干しってなんだろう。セルフ干しる、なんだろう、なんだろう。いや、ビビってないけど。ビビってるとかじゃないけど、ないけど。放送禁止ワードなの、ネタバレ。じゃあ壇上読もうかしら。58分なので壇上読みます。タタタン。13位ゆういちさん、12位やまいさん、11位まーくん、10位もやし生活さん、9位ひゅうがひゃんさん、8位いっこうさん、7位みーくん、6位しょういちさん、5位ようちゃんさん、4位けんちゃん、3位ゆずきちさん、2位カズサさん、そして1位コーラさんです。ありがとうございます。パチ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 。
パチパチパチ。そして明日大吉の方はポテチさんです。おめでとうございます。じゃあそういうことで、あ、そうだ、この後はねクラコンを見ないといけないけど、私自分が映ってたら見れんのよね見れんのよね。一応ちょっと頑張って見ようとはしてみるけど、あ、でもそう、ももちゃんがねラストクラコンなので、ちょっと自分以外のところを見ようと思います。自分以外のところ自分が映ったらってするけど、皆さんぜひご覧くださいということでね、今日もお疲れ様でした。それではでは、おやすみなさーい。